西横浜国際総合病院は、神奈川県横浜市戸塚区、組沢町にある病院。国道1号線沿線に立地し、近くに箱根駅伝の戸塚中継所があり、1月3日の袋では、病院の目の前を走者が走り抜ける。神奈川県指定救急病院の一つ。1988年9月、初代委員長、理事長の瀬尾勲によって、 上著障害児短期治療施設、横浜泉学園の医療支援病院として合築された病院である。開設当初は、精神科を中心とした医療体制が取られていたが、1995年、二代目院長に就任した小松久志、元東方大学心臓血管外科教授、玄道病院理事長が、急性期病院へと衣替えさせた。病床188床を有する。 地域包括ケア病棟なども開設している多機能な中規模総合病院。突塚区内に所在する病院での人間ドックを進め、ランキングでは上位となっている。兄弟法人の社会福祉法人横浜博萌会が運営する情緒障害児短期治療施設横浜泉学園は主に虐待を受けた子どもたちの治療施設として、その活動が全国的にも注目され、 厚生労働省が管轄する虐待防止対策の純、ナショナルセンター、子どもの二次情報研修センターの運営も手がけている。その他、特別養護老人ホーム、シラ、ユリエンやグミザワ地域ケアプラザの運営を行い、医療法人横浜博萌会、西横浜国際総合病院、訪問看護ステーション西横浜、ケアフレンズ、横浜などで構成されている。 ありがとうございます。